能登半島地震で被災した人たちを支援するため、コンビニ大手各社は救援物資を届けたり、店頭での募金活動を始めました。セブンイレブンは3日、石川県の七尾市役所と富山県の氷見市役所に2リットルの水1200本を届けました。グループ各社の全国2万2000店では、2日から21日まで店頭募金を行い、被災地に届ける予定です。ローソンも3日、パン2000個と2リットルの水5760本を石川県指定の拠点へ届けました。4日もおにぎりや生理用品などを届けることにしています。またファミリーマートは4日から17日まで全国およそ1万6400店で募金の受付を始めます。被災した自治体などに届けるということです。